はい、こんにちは、斉藤武博です。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画はですね、オンラインサロンに参加されている方にいただいた動画ですね、アドバイスをさせていただく、動画になります。はい、ということでですね、早速ですね、アドバイスの方をさせていただこうと思うんですけれども、まずはですね、いただいた動画のコメントですね、コメントの方を読ませていただきます。大回りが下手くそですと、ここ10シーズンくらい全く大回りを練習してこなかったのでめちゃくちゃです。それでもなんとか形にしてみたいんですが、やはりめちゃくちゃですと、大回りを引っ張りすぎな、違う、山回りを引っ張りすぎな気がします。はい、切り替えの前に腰を低くする意識はあるんですが、タイミングはうまく取れません。谷回りの時に足を伸ばしていく速度がよくわかりませんということですね。はい。そうですね。多分、その、10シーズンぐらいを全く大回りを練習してこなかったっていうところで、まあほとんどその小回りだったりとかね、まあ普段、新設とか滑ってる動画とか見させていただいてるんで、まあ小回りで、まあ滑ることがすごく多いと思うんですけど、その、小回りって動きがこう早いじゃないですか。変化が早いので、自分の中でもその変化を感じながら滑れるんですけど、大回りってスピードは出るんですけども、ただ動きがゆっくりなので変化が自分の中でこうゆっくりな分分かりにくいんですね。なのでそういったその足を伸ばすタイミングが分からない、速度が感覚としてちょっと分からなかったりっていうところあるんですけど、まずですね、その大回りの動きを見ていて思ったのは、その、まあ、やっぱりちょっと動きが少し止まってるんですよね。はい。で、簡単に言うと、ターン、まあ、切り替えから前半入って足を伸ばしたところから、ここの足のっていうか、まあ、体ですね。体が伸びてる。この体の長さっていうのが、伸びたところから、スーッとターン後半入るぐらい、まあ、入るぐらいじゃない、ターン後半までかな。体の長さっていうのは、パーンって伸びたら、あとはそのままスーッと来ちゃってるんですね。で、そこから切り替え入るときに、ギュンと曲げて、次のターンにこう入って、また伸びた体をそのままずーっと同じここの長さでスーッとターンしてるっていう感じなので、動きがですね、切り替えでバンって動いて、ターン中は止まっているっていう感じにどうしてもこう見えてしまうと。なので、これを、その、基本的にはもう動きどうしてもゆっくりになるんですけど、ターン前半でスパーンって伸ばしたら、ところから、まあ、伸ばしつつ、もう少し、まあ、ちょっとゆっ、今よりもほんのちょっとだけゆっくり伸ばしてもいいんですけど、スパッとこう、伸ばしたら、あとは伸びたところからスーッとこう戻していくっていう、自分からもう少し早くですね、戻していくっていうのをやってみるといいと思います。このさっき言った体の長さっていうのがありますよね。自分のこの体軸、この長さっていうのが常に一緒なタイミングがないようにしていった方が、いいですね。そうすると、もっともっと動きのある綺麗な大回りになっていきます。はい。で、まあ、そこは、まあ、まず一つかなと。そうすると、その、伸ばすタイミングっていうのも、もっと自分の感覚として分かってくると思います。切り替えから伸ばします。で、戻していく。伸ばして、戻していく。伸ばしていく、戻していく。伸ばしていく、戻していく。みたいな感じで、常にこの体の長さの変化が止まらない。常に伸びて曲げていく。伸びて戻していく。伸びて戻していくっていう動きですね。このリズム感っていうのを、どうしてもやっぱ小回りでやってたんですけど、それを大回りの中でも、ゆっくりの中でもそれを、ちょっとですね、ゆっくりなんですけど、体で覚えていくと。そういう風にしてみるといいのかなと。特に後半ですね。前半はそんなに悪くないんですけど、ちょっと早いかなぐらいなんですけど、後半にずっと伸びっぱなしになっているっていうのが、そのコメントでも書いてる山回りを引っ張りすぎな感じがしますっていうところにも、こう感覚としてつながってきてるんですよね。はい。実際まあ見たところでもちょっとこう伸びているがために、結果的にこう山側に体が残っているので、スキーがたわんでしまっても、山回り、が長く、まあ、引っ張ってるっていう、現状になっているので、そこをですね、自分からこう体を戻していくと、このスキーの角度ってスーッとこう戻っていきますから、そうすると、スキーもこうたわんでいたものがスーッと戻っていくから、少しこう下に、落ちていくと。はい。で、その流れでそのままこう切り替えに入っていくっていう動きにつなげていけますので、そこをですね、注意していくといいと思います。はい。体の長さですね。体の長さを常に変化させると。はい。
で、あともう一つですね、動き、この動きにもつながってくるんですけど、特にちょっとカメラの撮っている角度にももしかしたら利用かもしれないですけど、ミニターンですね、左足外側の時の体の軸っていうのが、こっちのはちょっと弱いのかな、ちょっとくの字気味が強いかなと思います。はい、っていうのが、特にターン前半っていうのは、ほぼこう、ストーンとまっすぐぐらいまで、多分、今見ている滑りであれば、いけると思うんですよ。多分ね、すぐできると思うんで、腰をもしかしたら、平行にしようとしてるのであれば、平行にしない滑りも、ちょっとパターンとして持っておいてもいいと思うんですね。もう本当大回りかっこよく、僕がかっこいいと思って滑りで、もし良ければなんですけど、ターン前半でバーンとこう伸びた時に、スキーに対してまっすぐバーンとこう乗っているとすごくかっこいいので、その時に骨盤とかも斜面に対して水平とかじゃなくて骨盤斜めにしてしまっていいと思います。肩も多少こう斜めになるぐらいですね。多少じゃないかな。もう腰のね、上に乗ってるんで、もうがっつりこう斜めになっても頭が残ってるぐらい、そのぐらいこう斜めになってもいいと思うんですね。スキーにこうスパーンと乗って、はい、っていうのが、反対のターンよりもこっちの、左足外側の時、ミニターンの時にちょっとこうくの字が強いので、こうまっすぐ乗り切れていないと、はい、で、結果的にまあくの字がついてこうスキーのエッジの角度も強くなるので、ユンとこうスキーが回りすぎてしまうので、うん、スーッとこう下に、弧を描きつつも下にスーッとこう落としていくためには、あまりこうくの字にしすぎないです。バーンとこう、ね、軸作ってあげた方が楽にストーンとこう弧を描きつつもスーッと落ちていくので、そういう軸の使い方をターン前半は特にしていった方がいいのかなと思います。はい、あとは、そのさっき言った動きとも連動するんですけど、これをターン前半があって、中盤があって後半に差し掛かるところぐらいからこうスーッと戻していくので、それによって軸ってスーッと戻っていきますから、それに合わせて骨盤の向きだったり肩の向き、あの傾きですね、骨盤の傾き、腰の肩かごめんなさい、骨盤の傾きと肩の傾きっていうのも、近づくことによってこう戻していく、でその流れでそのまま次のターンに入ってスパーンとこう伸ばしていく、はい、で後半やったらスーッと近づけて戻していくっていう感じですね。こういう動きの連続になっていきますので、まあ小回りと違うところは特にターン前半だと思います。ターン前半っていうのは小回りだったらそんなにこう傾かないので、うん、ただそこをですね、大回りであればもう少しこう思いっきりこう傾けてしまって、まっすぐファーンと伸びたところからスーッとこう、ターンを作って後半は近づけていくっていう動きですね。それを、一番最初に言ったように動きをですね、止めないように、ゆっくりの動きの中でも動きを止めないようにこうやっていくと、めちゃくちゃかっこいい大回りになっていきますんで、ぜひそこをですね、試してみていただけたらいいのかなと思います。はい、ということでですね、大回りの動きぜひ試してみてください。動画アップありがとうございました。